皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。皆さんジンバルってご存知でしょうか？ジンバル、別名スタビライザーとも言われますけども、動画を撮影する時の手ブレを軽減する、装置なんですね。ここにあるのがですね、モザエアクロス2というジンバルになります。フィルターとかカメラ用品とかで有名なケンコウトキナーさんがですね、このモザーを扱う国内の代理店になったそうで、私にレビューの依頼が来ました。今回はこのレビューのためにですね、この機材をご提供いただいております。ありがとうございます。まあ、写真やってる方でも最近動画が流行ってるんで、結構気になってる方多いんじゃないかなと思うんですよ。でまたこれタイムラプスとか、そういった撮影の方にも応用ができてですね、タイムラプスローテーターとして使用することができて、いろいろ動画以外にも用途が広がっている機材なんですけども、私がこのモザエアクロス2をですね使った感想レビューと、それから、まあ、いいところ悪いところですね、使い方調整方法などなど、ご紹介していきたいと思います。じゃあ本日も行ってみましょう。行きましょう。モザエアクロス2は本体重量が 950g と 1kg を切る軽さを実現してます。ペイロード耐荷重が 3.2kg まで対応するっていうことで、今発売されている各社のフルサイズミラーレス機ぐらいのサイズであれば相性が抜群のサイズ感ですね。初心者にも扱える本格的な動画撮影用のジンバルだと思います。スマホと接続して遠隔操作とかタイムラプスとか、まあ、そういった機能も充実してますね。ジンバルって海外製のものが基本なので、取扱説明書がなかったり、購入した後のアフターフォローが割とね心配だったりするんですけども、ケンコウトキナーさんが今回代理店になったということで、初めての人でも安心して購入できる環境になったんじゃないかなと思います。このジンバルはですね、基本的にバランスをとって使うものなんですね。これ今電源オンしているので、今は横だけこういうふうに動くっていうモードにしてます。まあ前後も動かないし、こう斜めにやっても動かないよということで、このままこうやって持って歩くと、手ブレを軽減した状態で撮影ができると、こうぬるーっとスムーズな全身動画が撮れるわけですよね。これ電源をオフすると、今オフしました、こうやってブランブランってなるんですけど、動かないじゃないですか。バランスが崩れているとどうなるかというと、こうなるんですね。バランスが崩れると手を離すとこういうふうに崩れてしまうと、まあこうならないようにバランスを調整した上で、まあ、電源をオンするとモーターの負荷が適度に発揮されて手ブレが防げますよというものなんですけれども、このバランスを取るためにですね、大きい機材を使った時はこのアームが長くないといけないんですよ。でアームが長くなるとこうバランスが取りやすくなるんですね。その前後バランス、例えば大きいレンズを使ってると後ろにずらさなきゃいけない、大きいボディを使ってたら前にずらさなきゃいけないっていう、その、バランスの振り幅がですね増えるので、このアームが大きくなれば耐荷重が基本的には増えるんですね。デメリットは大きくなるっていうことです。でプラス、まあ、本体の重さを軽くするためにはやっぱプラスチックがね軽いんですよ。プラスチックを使わなきゃいけないんですね。ただプラスチックを使っていくとたわみとかきしみとかそういうのが出てきます。まあ、今私が使っている GU の WeBuildS はおおむね満足しててすごくいいジンバルだなと思うんですけど、やっぱね使ってるとねギシギシ言うんですよ。ギシギシっていう揺れも多少影響してんのかなというふうに思いますし、やっぱり持った時の安定感っていうのはちょっと不安なところがあるんですよね。ジンバルの難しいところがですね、まあ、赤道儀、ポータブル赤道儀とかも同じなんですけど、こう搭載積載量は多い方がいいんだけど、本体は軽くなってほしいじゃないですか。
でもまあそれ分かるんですけど、やっぱね物理的にね難しいところがあるんですね。ペイロードっていうんですけども、搭載可能重量と本体の軽量さを両立するのってなかなかバランス取るのが難しいなっていうイメージですね。それが一番拮抗してるのはこの5万円前後のクラス。だいたいその5万円前後で初心者向けでもミラーレス一眼が乗るっていう機種は、このモザイアクロス2の他にも、今だと DJI のローニン RSC、それから私も持ってる GU のウィービル S っていう、まあ、この4機種になると思うんですよ。ペイロード上に乗せられる搭載可能重量も同じような感じで、どれを選んでいいかわからないよっていう感じなんですけど、まあね、私ねこのその4機種の中では4つとも触ったことありますけど、これをおすすめしたいなと思いますね。あのね、これ持った時に感動したのがね、全然きしみがないんですよ。プラスチックの素材とか使ってるんですけど、これ持った時に全然そのギシギシ言わないし、きしみがなくて、たわみも少ないんですよね。だから安定感は抜群にいいと思いました。でプラスここにですね、ダイヤルがついてるんですね。でこのダイヤルをくるくる回すと、モーターのフォロースピードを変えれるんですけど、まあ、今ですね、今例えばこう横に振るじゃないですか。そうすると後からこう吸い付いてくるように動くじゃないですか、まあ、急にキュッと止まらないで、ゆっくりついてくると、これ結構大事なんですけど、このフォロースピードを今50ぐらいだったんですけど、15ぐらいにするとこう横に振った時にですね、ゆっくり動くんですよね。ゆっくりで、ちなみに100にしてみると、100って最大の数値ですね。100にしてみるとこういう感じで、すぐシュッとついてくるというような動きが手元のコントローラーでできちゃうんですよ。これねすごいことなんですよ。他のメーカーのやつだとアプリと接続してこう変えなきゃいけないとか、あとメニュー画面深く掘ってってモータースピード変えて試してちょっと違うな、もう一回調整みたいな感じでやるんですけど、これワンタッチって言っていいんですか？もうその場でくる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 回せばできちゃうんですよね。だから撮ってる時に、あ今遅くしたいっていう時に遅くしたりとか、あ今早くしたいって時に早くしたりとか、そういうのがねできちゃうんですよ。これねすごいと思った、本当にすごいと思った。これはで私自身も実際これ使ってみて撮影したんですけども、まあ1回撮るじゃないですか。でその時にあれここでフォロースピード落とした方がよく撮れるんじゃないかなって思う、気づけるんですよね。ましてやそれがメニュー深く掘り下がって調整とか、アプリに接続してから調整とかになっていくと、失敗テイクだったとしても気づけないし、あこういう風にやれば良くなるんじゃないかなっていう風に思いつけないと思うんですけど、これはもう手元で操作できる分ですね、あこうやってやったらうまくいくな、こうやってやったら遅くなるな、失敗回避できるなみたいなのを瞬時にですね結構理解しやすいというか、で操作系がねすごくシンプルで、基本的にこのジョイスティックと下のダイヤル、この2つだけでやるんですよ。結構ね今まで使ったやつはボタンがたくさんついてて、その間違ってボタンが押してたりとか切り替わってるのに気づかずにそのまま撮影しちゃったりとかってあったんですけど、これは液晶画面に今全部どういう今モードになってるのかっていうのが表示されてて、なおかつダイヤルが2つしかないから誤動作が少ないっていう印象を持ちました。結果的にねこれね初心者の人にすごいおすすめですよ。ミラーレス一眼にも手ブレ補正の機能ってついてるじゃないですか。あの手のその手ブレ補正のついたカメラが出た、発売された時に必ず来る質問があるんですけど、ジンバルなくても歩けますかっていう話なんですね。歩くっていうのがこうカメラを持って前に歩いた時にこうスムーズにブレがなく動けるかっていう話なんですけど、やっぱねそれね物理的に無理なんだなっていうことを皆さんにはご理解いただきたいですね。カメラの中でその手ブレ補正のセンサーがこう動く幅と人間が歩く幅って明らかに人間が歩く幅の方が大きいんですよ。だからそれをキャンセルするだけカメラの中のセンサーが動くっていうのはやっぱり
無理で、こういうジンバルが必要になるんですね。カメラ内の手ブレ補正で止まピシッと止まって撮れるのは基本手持ちだけです。歩いちゃうと厳しいです。この直感操作は一回味わうと他のジンバルにちょっと私戻れないかもしれない。そのぐらい便利だし楽しい。で、まあ悪いところちゃんとお伝えするとですね、まあこれはジンバル全体に言えることなんですが、あのカメラコントロールがちょっと不安定なんですよね。このカメラに触らずにこっちで操作をしたいんですね。まあそのためのカメラコントロール機能で、こっち側から録画ボタンを押して録画スタートしたり、もしくは感度とか F 値とかシャッタースピードの設定をこっちから変えられるっていうのができるはずなんですけど、あのこれねカメラによってまちまちなんですよね。今これついてるのアルファ、ソニーさんの α7S3 っていうカメラなんですけども、これだとちょっと不安定でしたね。でニコンのカメラだといけるとか、キャノンだとキャノンの R だとちょっとダメだったとか、なんかいろいろネット見てるとあるんですけども、まあ、そういうカメラコントロールがちょっとまちまちみたいですね。まあ単純にこうカメラの録画ボタン押しちゃえばいいんですけどね。それからねちょっとアクセサリーが少ないと思った。これあの特にハンドヘルドグリップね、あのこういう風に下から、まあ、通常こうやって持つんですけど、下からこう操作したい時にね、こういうふうにぶら下げれるんですよ。ただこの体勢って結構疲れるじゃないですか。だから、うん、こう上からこう吊り下げる用のね、グリップがついてるといいんですけど、なんかそれ今メーカーのホームページ見てもないみたいなんですよ。結構ね移動時運搬時とかも上にそのハンドヘルドグリップがついてると楽なんですけども、まあそういうアクセサリーの少なさがちょっと難点かな。まあ拡張性ですね。まあとは言っても取れればいいんで、全然まあなくてもいいっちゃいいんですけどね。はい、 L 字ブラケットがここについてるんですけど、これがアルカスイス規格なんですが、アルカスイスの三脚とか自分も持ってるんですけど、それにこうつけられるんだろうなって思うじゃないですか。アルカスイス規格ってここ注意なんですけど、実はちゃんとした規格じゃないんですよ。幅がこのぐらいで厚みがこのぐらいっていう、そういう設定がちゃんとされてない規格なんです、大体の規格。だからアルカスイス規格だから大丈夫なんだねって思って三脚にこのままつけるとブカブカだったりするんですよ。閉まらなかったりするの、これ本当に。でこれはそうでした。はい、で私のレオフォトさんの三脚には、このアルカスイス規格は、取り付けはできませんでした。でこの動画では、ここからですね、このモザイアクロス2の、使い方、バランスの取り方をご紹介して、後編別の動画で実際これ使ってどういう風に撮るのかっていう実写編をですねお見せしたいと思います。それではここからはモザエアクロス2の使い方1から、ご紹介したいと思います。まずこのアルカスイス型の L 字ブラケットが最初付属されています。このブラケットですけども、写真撮ってる人はこういう風につけたくなっちゃうもんですよね。でもですね、動画の場合ってこっち側にですね、いろいろ端子、マイクとか HDMI 端子とかついてるので、反対側につけるのが、一般的な使い方なんですね。モザイアクロス2のアルカスイス規格の L 字ブラケットは、写真用の L 字ブラケットとはちょっと互換がないみたいです。それではこの付属の L 字ブラケットをカメラに取り付けていきましょう。カメラの底の三脚ネジにですね、このように取り付けていきます。しっかり固定できるように10円玉とかでねきつく締められるようにしてください。ここが緩んじゃうと落下の原因になります。機材壊したら大変ですからね。ストラップの取り付け金具に干渉しないようにご注意ください。まずモザイアクロス2は専用のリチウムイオンバッテリーを使います。購入当初はですね、ここのリチウムイオンバッテリーの端子のところにですねシールが貼ってあって通電されないようになっています。これ剥がしてから使用するようにご注意ください。 USB-C 端子で充電ができるんですが、端子のフレームっていうんですかね、それが太いと奥まで刺さりませんので、その場合はバッテリーを外してバッテリー本体に直接 USB-C 端子を差し込んで充電するようにしてください。モザイアクロス2の底には4分の1インチネジと8分の3インチネジがついてます。これ4分の1インチネジの方が付属のミニ三脚が差し込めるようになってます。
バランスを取る箇所は全部で4つあります。ティルト軸、縦の軸が2箇所、それからロール軸、パン軸、合計4箇所になります。この4箇所でバランスを取ればジンバルの手ブレ補正の効果が最大に発揮されるということですね。モザイアクロスにはこの3軸ロック機能がついていて、これがすごい便利なんですね。基本これがついているジンバルを買った方がいいです。はい、でまずこれ一旦解除してカメラを載せれる状態にしてからもう一度ロックをかけようと思います。はい、これで解除しました。液晶画面をこちらに向けて、ロール軸を自分の方向に向けて、そしてパン軸、横の動きをロックします。それからロール軸ですね、これも右側に来るようにしてロックをします。モザイアクロスは反対側につけることもできるので、L 字ブラケットを逆につけている方は、このモザイアクロスのティルト軸も反対側、左側に持っていくようにしてください。はい、ティルト軸はこのモーター丸い方がですね前になります。ノブの方が自分の方向になるようにセッティングをして、ここもロックをしてください。ノブネジを回して緩めたら、アルカスイースの縦の方角を上から差し込む。で、赤いノブネジを引っ張るとこのようにスライドしてきます。で、ノブネジをしっかり締めて、動かないようにしましょう。はい、ここで、ティルト軸のロックを解除します。そうするとこのようにバランスが崩れていれば前か後ろにこうグラグラと動くはずなんですね。このバランスを取っていきます。このノブネジを緩めれば、前後にカメラを動かすことができます。カメラを前後に動かしてちょうど動かないところを探しましょう。で、これですね、動きづらいときはちょっとですねカメラを持ち上げて前に押し出すようにすると、動かしやすいです。はい、どうやらこれでバランスが取れたみたいですね。この状態でネジを締めましょう。ネジが締めにくい場合は、このように上に引っ張り上げるとネジの角度が変わりますので、本体に干渉しないようにしてネジを締めることができます。はい、前後のバランスを取ったら、今度はカメラを上に向けて前後のバランスを取りましょう。今度はここのノブネジを緩めると、はい、前後にまた動かせます。これも同じようにですね、バランスを取っていて止まらなくなったところでネジを止めます。はい、こういうふうに上に向けても前に向けても動かないのがティルト軸のバランスが取れている状態ですね。はい、ここでまたティルト軸をロックしてみましょう。今度はロール軸、バランスを取ります。こうやってですね、バランスを取るところだけをロックをかけていくっていうやり方が私としてはおすすめです。はい、これもグラグラしているので、どん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 、はい、これもバランスを取っていきます。今左側に動いたので右側に動かす。はい、右側が重たいということは左に動かすっていう感じで、このようにですね、微調整をかけています。このロール軸の微調整が一番シビアかもしれません。ちょっとずつ、本当にちょびっとずつ動かすような感じになりますね。はい、ロール軸のバランスが取れたらロール軸もロックいたします。そしてパン軸、パン軸のロックを動かして、パン軸のロックの解除をして、おっと、こうやって傾けましたね。パン軸はですね、このように傾けてバランスを取るんですね。今ブラーンとロール軸のモーターが左に行ってます。どうやらロール軸のモーターが重たいようなので、このロール軸を前に動かすと、はい、ここのノブネジを緩めたら前にずらせます。これもですね、ちょっとずつずらしては傾けて、ちょっとずつ傾けて、ちょっとずつずらしては傾けてっていうことをやって、この動かない箇所を探します。こうやって別の方角に向けても動かないという感じになれば、このパン軸もバランスが取れていると。はい、ここで全部のバランスが取れたようですので、ロックを3つとも解除いたします。で、最終的に、もう一度ですね、一番最初にバランスを取ったティルト軸、カメラを一旦上に向けてバランスを取りましょう。ここまでいったら電源をオンして OK です。この電源ボタンを長押しすれば手ブレ補正ジンバルが起動します。バランスを取って電源をした時点でこのままでも使用できるんですが、ここでもう一手間かけるとさらに精度の良いジンバル効果を発揮することができます。モザイアクロス2にはオートチューンという機能がありまして、搭載した、機材の重さに合わせて、各3つのモーターをですね、どのぐらいの負荷をかければいいのか、モーターの強さをかければいいのかっていうのを自動的に調整してくれるっていう機能があるんですよ。これがないと結構調整難しいんですね。なのでこのオートチューンは必ず使ってください。で、まず真ん中の赤いボタンを
長押しするとメニュー画面に行きます。上下で選択、右が決定になります。真ん中の赤いボタンが決定ではないのでご注意ください。はい、まずアドバンス、それからその先にあるオートチューン、これを右を押して確定してください。チューンと出ました。するとおっとカクカクいっていますね。何やらカクカクいってますね。これいきなりやるとびっくりするんですけど、私いろんなジンバル使いましたけど、ここまで動いてオートチューンするジンバル初めてですね。だからすんごい負荷かけてオートチューンしてるんだと思います。はい、出ました。ティルト、ロール、パン、それぞれに数字が振ってますが、これがモーター強度になります。今乗せてる機体だったらこのぐらいのモーター強度で大丈夫だよっていうことなんですね。必ずこのオートチューンをやってから撮影をするようにしてください。左を何回か押すと元の画面に戻ります。はい、最初の画面に戻りました。ここからは各部位の、使い方についてご紹介いたします。まず電源ボタン長押しで電源が入るんですが、この電源ボタン2回押すとですね、スリープモードっていうモードに入ります。スリープモードにすると、それぞれの3軸のスタビライザーがですね、触ってもいい状態になります。はい、グニャグニャとします。持ち運ぶときはスリープモードにして3軸をロックすれば持ち運びに便利かと思います。はい、それ再起動するときはこの三軸ロックを外してからもう一度電源ボタンを2回押してスリープモードを解除しましょう。これで、またジンバルが起動します。撮影再スタートできるわけですね。液晶画面についてご紹介します。ティルト、ロール、パンと書きます。ティルトは縦軸のこと、ロールが斜めの軸、パンが横軸になります。その右側についている58っていう数字は、これがさっきすごいよって説明したモーターのフォロースピードになります。0から100まで操作できます。その右側にある LLF っていうのは、 L がロック動かない、 F がフォロー動くということを表示しています。でこのジョイスティックをですね、左側右側にこう傾けることで、このようにですね、ジンバルが上下左右に動かすことができます。それがこの下のダイヤルですねを操作すると、それぞれティルト、ロール、パンのロック、フォローを切り替えれます。下を押すと、パンがロック、フォローを切り替えます。左を押すとロール軸がロック、フォローを切り替えます。上を押すとティルト軸がロック、フォローを切り替えます。これね、すごくって、他社のジンバルってなんとかモードってスイッチ切り替えがあるんですよ。でもこれってそのスイッチ切り替えと同じことをもうワンタッチで操作できるっていうのがあって、私これすごい使いやすいと思いました。はい、それでは、一般的に呼ばれている各モードについてご紹介します。まずはパンモード、パンが F の状態ですね。これは横方向のみフォローして、上下に動かしてもカメラ動かず、斜めに動かしてもカメラ動かないという一番使うモードですね。はい、次がパンが F、ティルトが F にしたパンティルトモード、横の動きと、縦の動きをフォローします。斜めは固定になります。はい、これはオールフォローモード、別名 FPV モードとも言われますが、横に動かしてもよし、縦に動かしてもカメラがこうついてくる、それから斜めにしてもついてくるということで、結構異次元な感じでこう撮るときに使うようなモードですね。今度はオールロックモード、すべてを L ロックにするとずっと前を向いて固定されるっていうモードになります。これジンバル持ってこう突っ込むときとかに使うモードですね。ダイヤルの右側を押すと Q という、アルファベットの Q という文字が出てきました。これがですね、クイックなのかな、スポーツモードだと思います。ワンちゃんとかね、運動会とか、こういう風にですね、横の動きだけめちゃめちゃ速くついていくっていうモードですね。はい、そしてここがモザイアクロスの最大のポイントになります。このダイヤルをくるくる回すとフォロースピードが変えれるっていうですね、これがねめちゃめちゃ楽しかったですよ、私は。はい、遅くもできるし速くもできると。で試しにですね、これゼロの状態です。はい、こう手を止めた瞬間にカメラがこうついてくるんですけど、おっそーって感じですね、ゼロの状態だと。はい、今これパンフォローモードですね、横の動きだけフォローするモードになってます。ゆったり動いてきますね。おいおいおい、いつ前向くんだよってぐらい遅いですね。はい、
はい、これが25になりました。ちょっと吸い付くようについてくるようになりましたね。はい、振ってからウィーンって感じで前を向きます。まあ0よりも速くなりました。今度は50ですね。だいたいまあ30から50ぐらいの間が私もよく使うかなっていう感じですね。こう50ぐらいになるとこう前を向くのもちょっと早めになります。まあ、こうやってゆっくりついてくるっていうのがその滑らかな動画を表現するときに非常に大事になってきまして、カクッと動くのはね良くないんですよね。あ、75の次、すいません、100になっちゃいました。100になると、だいぶこの吸い付くようなすぐ前向きますね。はい、100だとちょっとカクカクした感じも出てくるので、まあ使っても70ぐらいなのかな。まあその辺は好みというかどうと表現したいのかによると思います。はい、次はですね、このジンバルの人差し指、握った人差し指に当たるところに、ね、トリガーボタンっていうのがあります。このトリガーボタンについてご説明をしましょう。まずこのトリガー押しっぱなしにするとパンティルトモードですね。これはもちろんさっきのダイヤルの上を F、下を F にすれば同じモードになるんですけども、このトリガー押しっぱなしっていうだけでパンティルトモードに一瞬にして切り替わりますよっていう、この2回押し、これよく使います。トリガー2回押しでセンターボルション、こう操作してると変なところ向いちゃったりするんですね。どうやったらそっち向くねんって時にトリガー2回押しをすると前を向くと。でトリガー3回押しでセルフィーモード、自撮りをしたい時に使用します。はい、キューンと向きますね、これね。はい、次はトリガー1回押した次ですね、押しっぱなしっていう、これでオールロックモードになります。瞬時にねロックモードにしたい時、こう撮影してる時に今ロックにしたいっていう3つ押してらんないって時にカチャッカチャッってやれば、オールロックモードになるっていうことで、はい、次がインバートモードっていうのかな、上からぶら下げて撮影するっていうこともできます。ただこの状態だとですね、このロール軸がちょっとカメラのレンズにですね当たりそうじゃないですか、角度によっては。まあそんなに下向けることないかもしれないですけど、ちょっとこう縦気味に持ってそこから横にゆっくりこう回してやると、はい、これだとロール軸がぶつからないで、逆さに持つことができます。でジョイスティックを使って前を向けるような感じで、はい、でこれですね、あるあるなんですが、戻そうとした時になんか変な感じになっちゃいましたね。そんな時は困った時のスリープモード、これを覚えておいてください。電源ボタンを2回押すとスリープモードマニュアルで動かせるようになります。で元の形に直ったら、スリープモード解除するとまた通常の状態から撮影することができます。インセプションモードというのを紹介いたします。もうぐる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 と回すモードなんですけども、ダイヤル右を3回押しでインセプションモードになります。モードが3つあります。ノーマル、それから180、360とかあります。でこの状態で右をポチッと押すと、はい、このようにですね右に回転をし始めました。ノーマルモードは1回押しただけでこう延々と回転し続けます。でもう一度ダイヤルを押すと止まります。でこの時もスピードを選べます。ダイヤルをくるくると回すと、スピードを遅くしたり速くしたりします。スピードを遅くすればこの回転するスピードが遅くなり、右回りに、すると回転が速くなりますので、右回りに回してフォロースピードを上げればどんどん回転が速くなっていくという感じですね。はい、次は下のボタンを1回押して180度モードにしました。ダイヤルを左右どちらかに触るとこういう180度回って止まります。180度だけ回りますってモードですね。はい、次はこの360度モードですね。これはもちろん1回転します。はい、ぐるーっと1回転するモードでございます。もちろんこのジョイスティックを操作してもジョイスティックを動かした方角に、こういう風に、動かすことができます。この時はジョイスティックずっと倒し続けなきゃいけないですけどね。はい、続いてはカメラコントロールについてご紹介いたします。モザイアクロス2を購入した時にですね、こういうケーブルがいくつかついてきます。でこのケーブルをお使いのカメラに合わせて、接続していくような感じになりますね。ケーブルにですね、なんていうケーブルなのか名前が書いてますから、ケーブルの片側の端子ですね、 USB ミニ端子の方をこのモーターの上ですね、ティルトモーターの上の方に差し込む。でもう反対側をカメラの方の USB ポートに接続します。これカメラによって接続するところが変わっていきます。このカメラの場合は一応メニュー画面から
まあ、ソニーの場合はメニュー画面から、この転送リモートっていうところですね、 PC リモート機能っていうのがあるんですが、この PC リモートを入れるにしておくと、認識するみたいです。でジンバルの方の設定も必要です。まあこういうふうにカメラを接続して認識していたらカメラのマークがつくんですけども、メニューボタンをこの真ん中赤いの長押ししてカメラセレクト、そこからシャッターケーブルの種類を選ぶような感じになります。このカメラの場合はこの M3CUSB というのを選びます。ケーブルに書いてある名前がだいたい近い状態になってますね。でパラメーターっていうところで ISO 感度とか F 値とかシャッタースピードを一応ジンバル側から操作できるようになります。はい、こういうふうに接続、今ちょっと認識しないのでこの N/A になってますけどね。これで最初の操作画面に戻って真ん中の赤いボタンを押せば録画がジンバル側からトリガーが切れるということみたいですね。はい、で次はですね、今回健康トキナーさんからご提供いただいたのがプロフェッショナルキットっていうやつなんですけど、このプロフェッショナルキットにはフォーカスコントロールができる、パーツが同梱されています。このフォーカスコントロールのパーツのセッティング方法をここからご紹介したいと思います。まずはこのクイックリリースプレートをアルカスイスの L 字ブラケットに装着していきます。この時注意なのがですね、こう左側にノブが出てると思うんですが、それが干渉する位置にずら、ま、にならそれが干渉しないところで止めてネジを締めるのがおすすめです。まあ、これカメラを止めるノブなんでね、ここは干渉してこれ以上いかないってなるとセッティング位置からやり直しなのでここ注意です。まあ、10円玉とかでこうしっかりと締めましょう。でこのクイックリリースプレートはこのシブルバーのネジをですね2つこうやって押すと簡単に外れます。はい、でこのクイックリリースプレートをカメラの方につけました。このクイックリリースプレートにはレンズサポートがついてます。このレンズサポートが、レンズのピントリングにですね触れないように、これ間違ってねピントリング固定しちゃうとねピントリング回らなくてマニュアルフォーカスできなくなっちゃうので、レンズサポートはこのピントリングを避けるようにしてセッティングをしてください。はい、で L 字ブラケットをこう差し込みます。こうサクッと差し込むだけで大丈夫です。でノブを回して、カメラとクイックリリースプレート L 字ブラケットをしっかりと固定しましょう。次にですねこのねフォーカスコントロール用のゴムバンドっていうんですかね、こういうのがついてます。これをピントリングに巻きつけます。はい、しっかりと巻きつけましょう。ゴムバンドを回してピントがちゃんと回るかも固定し確認しましょうね。はい、でここにフォーカスコントロールのパーツを取り付けていきます。これギアがついてましてね、このギアとこのゴムバンドがちょうど噛み合う位置調整します。でノブを締めて固定すると、これはあんまりぎっちりこのギアとギアを噛み合わせるようにしなくていいですから。はい、ここまでやったらようやくジンバルに取り付けが可能です。はい、先ほどと同じ手順でバランスを取っていきましょうといきたいところですが、まずはですねここで、はい、このケーブル出てました。これがフォーカスコントロールの信号を送るケーブルです。このケーブルをフォーカスギアのついたネジですね、ここに挿して、これはフォーカスギアに USB-C 端子もついてるんですがこれ充電できます。はい、でもう片方はジンバルのティルト軸の下にですね穴が2つ開いてます。どっちでもいいので差し込んでください。まあ、こうやってね全部のパーツを取り付けてからバランスを取るようにしてください。バリアングル液晶モニターをこう開いたまま撮影したいよって場合はバリアングル液晶モニターを開いた状態でバランス取るようにしてください。はい、これねやっとかないとねバランス取った後であやべこれやってなかったってなってバランス取り直すことになるので、必ず撮影の時に使うものを全部つけてからバランス取るようにしましょう。ちなみにこのフォーカスコントロールを差し込むですね棒がポーンと飛び出てると思うんですけど、これ取り付ける位置変えれますので、今右側についてますが左側につけることももちろん可能です。まあ、その場合はね六角レンチでちょっと外したりしなきゃいけないんですけどね。この棒をですね取り外してまたつけるときに、回す方向が反対になるんですよね。そこちょっと戸惑いましたんで皆さんもご注意ください。はい、バランス取れたみたいですね。はい、じゃあここからフォーカスコントロールの設定をジンバル側していきます。メニューボタン長押しして、それから アドバンスですね、アドバンスに行ってからフォーカス選んで F1
でこのスイッチがオンになっていれば、この電源ボタンを3回押してこのホイールを回すとフォーカスコントロールができます。線を差し込んでいるのにスイッチがオフになっている場合は線がちゃんと入ってない可能性がありますので確認してください。こういうふうにフォーカスがコントロールできてますね。で同じくここでもう1回3回押すと、実はこれティルト軸の操作にですねホイールが切り替わるんですよ。電源ボタンのついているホイールでフォーカスコントロールとティルトのコントロールと両方できるところですね。電源ボタンがこうレインボーに光っているんですよ。このレインボーの光をですね夜撮影するとき邪魔くさいので消せます。メニューボタンを長押ししてジンバル、次にオペレーションですねからホイール、あ、違う、いや、から LED っていうのを選びます。この LED のスイッチをオンオフ切り替えれるんですね。オフにするとこのレインボーが消えます。オンにするとつきますっていう感じで調整できます、まあ、ちなみにこの光の強さも調整できます。というわけで急ぎ足ではございましたが、モザイアクロス2の、組み立て方、それからセッティング方法ですね、ご紹介しました、この動画を見ながら皆さんも撮影にチャレンジしてみてください。それではスタジオに戻ります。はい、こんな長い動画なのに最後まで見ていただいてありがとうございます。まあ健康トキナーさんから使い方も網羅してということで動画制作依頼をいただいたので、まあ、こんな感じでたっぷりした充実した内容になったんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ、私もジンバル最初に買って結構失敗した経験がある方なので、まあ、これから買う人にはなるべく、まあ、私の動画でね、もし楽な道というかあんまり苦労しないで楽しむことができたら嬉しいななんて思いながら頑張って動画作りましたけど、今回の動画結構重かったですね。大変でした。じゃあ今日の動画はこれで終わりになります。この後というか、同時アップになると思うんですけど、実写編の方も公開になりますので、実際今日、モザイアクロス2使い方を学んだ上でどういう風に撮ればいいのか、私はどういう風に撮ってるのかっていうね、初心者ながら参考になればいいなと思いますんで、そちらもぜひ、見てみてください。それでは今日はここまでになります。長らくお付き合いいただいてありがとうございました。さよならバイバイしたっけねー。パーマかけたの、はい、40にもなってパーマかけるって新鮮ですよね。大丈夫なのかな、似合ってますか、大丈夫ですかね。